フランスブルゴーニュ地域圏、クロ土部上のブドウ園ブドウ園、またはブドウ畑は、ブドウを生産する農場。ブドウ園にあたる英語、ビンヤードより、ビンヤード、同フランス語、ビニョーブルより、ビニョーブル、ビグノーブルとも呼ばれる。世界で生産されたブドウのおよそ1割が生殖用で、8割が醸造用、残りがその他の加工用とされる。このため、世界的には、 ワインの原料となるブドウの生産農場がブドウ園とみなされている。一方、日本では生産されるブドウのおよそ8割が生食用で、1割が醸造用、残りがその他の加工用とされている。このため、日本では必ずしもワインと関連せず、ブドウ狩りに供するためのブドウを生産する農場を指すこともある。 ブドウ園はブドウ栽培と共に発祥伝播していったものと考えられる。ブドウ栽培の歴史は古く、紀元前3000年頃、カフカース地方から地中海東部沿岸地方にわたる地域でセム族あるいはアーリア人によって始められたとされる。最初の栽培種はヨーロッパブドウでワイン醸造も同時に始められた。その後、セム族はエジプト方面へ、 アーリア人は、インド方面へ、それぞれブドウ栽培とワイン醸造を伝えた。なお、旧約聖書には、ノアが、あららと山に、ブドウ園を作ったのが、初めと記されている。ラボーの葡萄段々畑ブドウ園の土壌、地形、気候、風土など、ブドウの生育環境を総称して、テロアールという。ブドウは、比較的痩せた排水と保水が共に良いつぶてを含んだ。 重い土壌を好み、生育期に降雨が少ない土地で良好な果実が得られる。世界各地のブドウ生産地では、垣ネシタテ、棒ジタテが多いが、日本ではタウタな気候に適するタナジタテとし、木を大きく育てる。山梨県勝沼のブドウ園伝賞では、日本にブドウがトライしたのは、奈良時代のこと。原産地からシルクロードを経て、塔からトライしたとされる。 718年、各地をアンアした構想、行基が、カイノ国カツヌバの柏山大善寺に、薬種園を設け、そこで葡萄の栽培を始めたとする伝承がある。また、同じく、甲州ぶ葡萄に関する伝承では、平安時代末期の1186年、同じく、カイノ国カツヌバの住人、天宮影湯が、山中より珍しい果樹を見出して育てた逸話があり、 ブドウ栽培の始まりとも伝えられる。いずれにしても、日本のブドウ園は、現在の山梨県甲州市勝沼城の一角で、ヨーロッパブドウの一種である、甲州種の栽培を行ったことに始まる。勝沼周辺では、江戸時代には一部の地域で、限定的に商品作物としての甲州ブドウの生産が行われ、江戸においても会の名産として知られていた。明治時代に入ると、 政府の奨励もあって、1874年頃から、勝沼周辺でワインの製造が始められた。しかし、ワインが日本人の思考に合わなかったためか、醸造工、消費量ともなかなか増えなかった。ようやく第一次世界大戦後になって、ぶどうの作付け面積、ワインの醸造工も増加し始めた。第二次世界大戦中には、電波探知機に用いる。 ロッシェル塩の原料となる種石酸を取るため、ワイン醸造が奨励された。戦後、養殖化の拡大に伴い、ワインの醸造量も激増し、各地で生産されるようになった。平成25年産のぶどう収穫量は189,700トンで、結果樹面積は17,400ヘクタール。都道府県別に見た、収穫量割合は、山梨県が、 全国の26%、長野県が14%、山形県が9%、岡山県が8%、福岡県が5%となっており、この5県で全国の約61%を占めている。ありがとうございます。